キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。三つの時に別れたんちゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。ソメヤが。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に、小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったら、あんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分に、ええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろ。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろ。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。松永の兄貴も沖縄に行ってもおったしゃでな、雄太。はるかちゃん。もちろん春ともじゃ。キリュウの兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを、今度はこの子と歩かなきゃ。無所出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで。四代目の首取られた言うて若い衆がイキリ立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする。六代目クルス・タケルは死に、息子の石見恒雄もぶち込まれた。小清水って男は
陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。なんや、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前に様々な親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると堅くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の四代目だった。六代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大吾、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ、大吾。親からもらった遺言を俺は守ります。
広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね。ご挨拶をと思いまして。ああ聞いたよ、おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああそうだ。よし、もう一回だな。頑張れ頑張れ。さあ来い、春人。頑張って、春人。頑張れ頑張れ、春人。桐生さんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。桐生には遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道士稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。今回の野道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身がもたんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大事になることもある。超大和型戦艦クルスタケル、岩見恒夫、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。
わかるかね。つまりあんたもその一人で、口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？堂島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと、貴様、自分の立場が分かっているのか。条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生怯えて暮らせ。極道ごときが、なめるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだキリュウ。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥かやハルトに会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった、その条件飲もう。なんでお前ばっかりこんな。遥かやハルト、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。背負わせやがって。バカ野郎が。よし、その調子だハルト。できるぞ。まずさ、
頑張れ。